皆さんこんにちは。住まいと暮らしに夢と豊かさを提供する埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今回は私どもが取り扱うウィリアム・モリスコレクションアーカイブ5の中の壁紙のデザインをご紹介します。とっても素敵なレモンツリーの壁紙になります。今回ご紹介するこのレモンツリーは1864年にウィリアム・モリス自身によって発表された壁紙のデザイン、初期の一番初めの三部作になりますけど、デイジー、トレリス、このフルーツ、このデザインの中に描かれているこのレモンですね、こちらからインスピレーションを受けて今回デザインが発表された、とても明るくおしゃれなレモンツリーになります。薄いブルー系のベースにこのレモンが描かれています。とってもおしゃれです。またこの辺のこう白いくチョークライクな色味の、トップライトといいますか、とても効果的に描かれていて、そしてこうサーフェスプリント、インクのたまり具合が何とも言えず素敵な壁紙です。色は3色展開になっています。オフホワイトをベースにレモンが描かれています。そしてもう一色はグリーン系の色味の壁紙です。どの色をとっても現在の建物の、お部屋にとっても明るく生き生きと、表現できるかと思います。キッチンにはこんな雰囲気のとってもおしゃれなキッチンになりますね。いかがでしょう。当店では壁紙からそしてファブリック、椅子生地等を含めてモリスの作品がたくさんご用意しています。ご来店いただき手に取ってお確かめをいただければと思います。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。